音楽で旅をするチャンネル音旅、今晩はオガウェイです。ここでは私が見つけてきた中古レコードを紹介しています。今回はじゃん、ビョークハイパー B Remixes for Promotional and Special Dubs Vol. 2という非常に怪しい代物なんですよ。これなんか200円コーナーで見つけてきたんですけど、あ、ビョークのリミックスなんやと思って見てたら、ヒューマンビヘイビアなんか綴り違くないっていうのがあって、よく見たらどこから出てるのかもよくわからず、なんじゃこりゃと思って、でもなんか面白いリミックスが入ってんのかなと思って買ってみました。で、本当にどこのレーベル、誰が作ったものかが全然わからずに、タイトルだけでちょっと検索してみたら2004年リリースみたいになってて、日本産って書いてありました。日本人の誰かが作ったのか、それもまあ定かではないんですけれど、そんな情報が出てきました。ちなみにこの Human Behavior っていうのはビョークのデビューアルバム、93年にリリースされたアルバムの中に収録されてて、あと Human Behavior 以外にも Venus as a Boy、 Come to Me、 アンコーソングのリミックスがざっと入ってます。なのでそのデビューの中の曲のリミックスをバーっていろいろ集めてコンピレーションみたいにしたレコードで、音もすごい悪いので、なんか多分ダビングして、ダビングっていうのなんていうの、テープに収録してそれをレコードをプレスっていうの、なんかそういう風にしはったんかなと思って、自分のお気に入りの曲を集めてみたみたいな。公式のものではないからあえて綴りを間違えているのか、他にもね、フレンチっていうのの綴りも間違えてて、まあ、わざとなんかなってよくわからない謎の怪しいレコードなんですよ。ダビングした音みたいな感じで、音はすごい悪いんですけれど、久しぶりにそのビョークのデビューを聞いたなと思って、まあ、リミックスですけど、あ、懐かしいと思いながら、声若っと思いながら聞いたり、ちょっと楽しかったですね。リミックスとしては、この Come to Me と Uncle Song の Lack of Production によるリミックスが、なと思いました。いろんなリミックスが聴けたんで、これはこれで楽しめました。音質は悪いけど、まあ普通に聴けるんで、ちょっと楽しい200円の買い物ができたなと思いました。誰かが勝手にコピーして作った謎の怪しいレコードです。ということで、今回はビョークのデビューというアルバムのリミックスを寄せ集めた怪しいレコードの紹介でした。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。下のいいねボタンもお願いします。次回もお楽しみに。バイバイ。チャンネル登録、そしてグッドボタンをお願いします。